本校では、イスラエル陸軍不評化管轄下の核現役常設不評旅団に設置されている偵察大隊及びその霊下にある偵察中隊について述べる。戦闘訓練を行う第35空挺旅団偵察大隊ガドサー、ザンハニムの兵士イスラエル陸軍不評化には、現在5個の常設不評旅団が編成されている。すなわち、である。これら不評旅団は、 おおよそ共通する以下の構成を持っている。核不評旅団の偵察大隊ギャットサーは以前はそれぞれ独自の構成であったが、今日ではこれら偵察大隊も核不評旅団において同じような構成や訓練過程を持つものとなっている。戦闘訓練を行うギバティ旅団偵察中隊パルサーギバティの兵士偵察大隊ギャットサーの構成はとなっている。この中で 偵察中隊パルサーは、各不評旅団の中での再生部隊であり、強行偵察や対テロ戦闘といった特殊部隊的性質を持った任務も担当する。これらの部隊はそれぞれ長い歴史を持つものもある。ゴラニ旅団の偵察中隊パルサーゴラニは2010年に、空艇旅団の偵察中隊パルサーザンハニムは2016年に、それぞれ創立60周年を迎えた。また、 文献や書籍等で、これら各旅団の偵察中隊、パルサー、あるいは、偵察大隊ギャットサーについて、しばしばサイエレットゴラに、サイエレットギバティサイエレットザンハニムなどのように表現されている。サイエレットは、偵察部隊というような意味なので、この表現も間違いではない。また2000年代以降、偵察大隊の他の中隊、対戦車中隊パルノット、 戦闘公平中隊パランも偵察中隊バルサーと同じような訓練過程、装備も持ち、必要に応じ任務をシェアできるようになっている。戦闘訓練を行うなはる旅団偵察部隊の兵士偵察中隊バルサーは14ヶ月の訓練過程を持つ。このカリキュラムも基本的に各旅団共通である。訓練を行う。 第401機構旅団偵察中隊パルサー401の兵士イスラエル陸軍機構下指揮下の4個の現役常設機構旅団のうち訓練部隊である第460機構旅団を除いた3個旅団にもそれぞれ偵察中隊パルサーが編成されている。これら機構旅団のパルサーについてはそれぞれの旅団の番号をつけてパルサー7パルサー188パルサー401などと表現される。 気候手団の偵察中隊の任務には、偵察活動、情報収集のほか、戦闘地域での旅団司令部の護衛などが含まれる。ありがとうございます。